じゃん、本日はじゃじゃらん、はい、自然が綺麗ですね。はい、こちら横川サービスエリアです。今日は車でドライブ旅行です。はい、いつものごとく歳4ヶ月のシビを連れて今日は軽井沢旅行に行きましょう。私の大好きなパン屋さんとピザ屋さんにも行くので超楽しみです。相変わらずリツのグルメ旅をお楽しみください。それではレッツゴー。はい、では到着しました。私の大好きなパン屋さんにもうすぐ着きますよ。はい、パンをいっぱい買いました。大好きなクロワッサンとフルクトっていうパンを買えたので大満足。今日のお昼につまもうと思います。お金いた時点でレツレツ嬉しいねって感じです。それでは後で試食します。ちょっとアウトレットに移動です。すみません、いつも買うのは一緒なの。このパリパリ、どう見てもパリパリのクロワッサンね、パン美味しいよね。これちょっと美味しそうだなと思って買ったのはカルダモンというパンです。これカルダモン、うん、スパイスの香り美味しそう。はい、でこれが大好きなこのね、はるかの名物だと私は勝手に思ってるんですけどフルクトというパンです。ドライフルーツがね結構いっぱい入ってて中はねもっちりでね美味しいですよ。はい、じゃあフルクトをちょっとちぎって食べていきましょう。ほっ、こんな感じ。断面はドライフルーツですね。食べよう。うん、うん、噛み締めるほどに美味しい。ああ、やめられない、やめられない。パン泥棒っていうさ、絵本でさ、出てくるんですよ。毎日読んでるパン泥棒。ああ、やめられない、やめられない。幸せな味。今からいつもの大好きなピザ屋さんに本日の泊まるお部屋、和室がついてますね。和室とベッドがツインタイプです。窓の外は緑が見えます。お風呂は普通のユニットバスタイプです。では夕食までのんびりしましょう。こちらどうぞ。
ちそうさまでした。Thank you.